どうも、ワトです。本日のテーマは事故に遭った時損しない慰謝料請求のやり方についてお話ししていきます。見てほしい方は、事故に遭った時慰謝料で損しない方法を知りたい方、非正規が100万円貯めた方法を知りたい方、貯金が全然ない方、非正規の生活考え方を知りたい方向けの動画となっております。自分は何者かと言いますと、ファイヤーの知識を知り、今年から節約生活を実践していて、もうすぐ貯金100万円貯まる非正規ドルオタ34歳でボカロ P もやっている男です。このテーマにしたきっかけなんですけど、去年の10月に自転車でスーパーに行こうとしていた時に事故に遭っちゃって、そこから得た慰謝料で損しない方法をアウトプットしたいと思ったからです。で、現在は治療が終わって慰謝料が振り込まれるのを待っているという段階です。で、だいたい5、60万円ぐらいになるのかなと予想してます。で、今からお話しする手順を知らずに事故に遭ってしまったら、せっかくもらえるはずだった慰謝料が引かれてしまうかもしれないので、ぜひ最後までお聞きください。事故の状況なんですけど、T 字路の横方向に進んでいた自分を縦方向から車道に出ようとした車に引かれるという感じでした。で、怪我の程度は、で、足が車と接触して打撲しちゃって、で、現在は普通に生活できています。で、ここで一つ目のポイントです。事故が起こったらまず警察を呼ぶということです。で、事故の相手の方は、40代の上品な主婦の方 で向こうは事故が初めてだということで慌てていました。で、大丈夫そうならなかったことにして終わりましょうと言われたんですけど、いや、ちょっと後から痛くなるといけないので警察を呼びますと返して警察を呼びました。でここで呼ばずに解散してしまったら、後々慰謝料をもらいたいなと思った時に大きなマイナスになってしまいます。なので必ず警察を呼びましょう。で、警察の方が2人来て、で、事故の状況だったり写真を撮ったり、事故の相手との、連絡先を交換して、3、40分ぐらいで終わりました。で、この事故の担当をしますと言われて、警察の方に、で、事故の日付と起こった場所なんかを書いてもらったカードを受け取って、この日は終わりました。で、次のポイントは接骨院ではなく整形外科に通うということです。で、解散してから、1時間したぐらいに相手の自動車保険会社さんから連絡が来て、お怪我の具合はとか、大丈夫でしたかなどと、聞かれたので、ちょっと足を打ってしまって痛いので病院に通わせてくださいと伝えて、で、次の日から病院に行くことになりました。で、この時のポイントとしては、接骨院ではなく整形外科に通うというのが重要です。で、なぜかというと、接骨院では施術するのが柔道整復師さんという方のために、医療行為はできないということです。なので、接骨院で行われる施術っていうのは、マッサージとか電気治療などが中心で、医療行為ができないので、怪我の診断とか、治療のためには接骨院に通うだけでは不十分とみなされて、慰謝料請求がやりづらくなってしまいます。なので必ず接骨院ではなく整形外科に通ってください。で、3つ目は警察に人身事故として届けを出すということです。で、病院に通い始めて、1週間くらい経ってから警察署に行って、で、担当の方にお願いして、で、事故を人身事故として取り扱ってもらうために、調書を書きに行きました。
まあ、最初大抵の事故は物損事故として扱われることが多いみたいなんですけど、まあ、怪我をした場合は人身事故扱いにしてもらわないと慰謝料が下がってしまいます。まあ、なので人身事故として届けを出しますと言って警察署に調書を書いてもらいましょう。で、次のポイントは遠慮しないということです。まあ、自分の場合は、まあ、治療費を相手の保険会社持ちにしてもらって整形外科に4ヶ月通いました。で、3ヶ月目ぐらいに保険会社の方から治療をそろそろ終わらせたいと終わらせてもらえませんかとの電話が来たんですけれども、まだちょっと足に違和感があったので続けさせてくださいと言って、まあ、期間を延ばしてもらいました。で、ここで大事なのは遠慮しないということです。多くの人は日本人は結構配慮とかそういうことができる優しい国民性なので、まあ、多くの人たちはまだ痛みとか、まあ、違和感があっても、まあ、気遣って悪い気がして、まあ、自分もそうなんですけど、まあ、早めに終わらせてしまって、まあ、結果損をするということになってしまいがちなんですね。まあ、なんで、まあ、慰謝料が欲しいなら、まあ、できるだけ、まあ、粘った方がいいです、ね、で、本当は自分も半年ぐらい通いたかったんですけど、ちょっと保険会社の圧がすごくて、まあ、4ヶ月で終わってしまいました。で、まあ、治療が終わってで、次にいよいよ慰謝料請求の段階に入ります。で、ここが最後のポイントです。まあ、それは慰謝料を弁護士基準で計算してもらうということです。保険会社の基準と弁護士基準と比べると、まあ、大きく慰謝料をもらえる額が違っていて、で、自分の場合だと7万円から13万円ぐらい引かれてしまうのではないかって感じでした。で、弁護士基準とか、まあ、やらずに最初からまあ引かずに出してくれよって思ったんですけどまあこれが世の中なのでちょっと、まあ、しょうがないですね。まあ、どうやって弁護士さんにお願いしたのかというと、保険の弁護士特約というものを使いました。で、これがあれば、これが保険についていれば弁護士さんの依頼料を払わずに事故の慰謝料を引き上げてもらえます。で、自動車保険にはまずついていると思いますし、マンションとかアパートに住んでいる方なら加入している火災保険にも弁護士特約が入っている場合もあります。で、自分の場合は、まあ、車も持ってなくてアパートの火災保険にも弁護士特約が入ってなくてどうしようかなと思ったんですけど、まあ、親の自動車保険に弁護士特約が入っていて、で、それが家族の事故にも対応しているということで使わせてもらいました。まあ、それでその時に、まあ、親からなんか知らないけどあくどいことするなよってちょっと怒られたんでですよ。で、これってあくどいですかね。むしろ最初から出せるはずの慰謝料を引き下げて渡してくる保険会社の方があくどいと思ったんですけど、まあ、揉めたくないので華麗にスルーしました。で、以上が事故にあった時損しない慰謝料請求のやり方です。まとめると、事故が起こったらまず警察を呼ぶ、接骨院ではなく整形外科に通う、警察に人身事故として届けを出す、遠慮して治療を早く終わらせない、慰謝料を弁護士基準で計算してもらうです。で、みんな、まあ、事故に遭わないことが一番だけど、もし会っちゃった時は慌てずに今のこの動画のことを思い出して損せずに慰謝料をもらっていってほしいと思ってます。で、本当もう知識と行動でどんどん差がつく世の中だから、まあ、これからどんどん情報を取り入れてってこの場でアウトプットしていきたいと思うんでよろしくお願いします。で、最後に、まあ、このチャンネルでは非正規だけど100万円貯めた方法、非正規ドル型34歳のボカロ P がファイヤー目指す過程だったりとか、
まあ、これから自分が知ってるとか実践してる資産運用とか節約情報、メンタルハック、ライフハックなどをアウトプットしていきます。でエンディングテーマはオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでチェックよろしくお願いします。欲しいものリストも公開してるんで、買ってくれた親切な方には感謝を動画でお伝えします。でワトって名前でツイッターもやってるからよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。怒られるの嫌だし、朝起きられない。もうニートで、ニートで、ニートでいたい。今日一日楽しかったって思えればいい。